藤原さん、はいはい、あのこの度はあのカメラ、新しいカメラを、わざわざジムまで僕がのために持ってきてくれてありがとうございます。ちょっと今テストしてますんで、藤原さん、このムービーっていうのは、藤原さん何か言ってください。じゃあお店のこの僕が今撮ってるカメラについて説明を少しお願いします。会長、はい、やばいですそれは。なんでですか？まだ今動いたばっかりで全然回ってないんですよ、頭が。性能はどうでしょうね、これね。まあ、コンパクトカメラですけど、うん、あのハイビジョンムービーが撮れるという。ほう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 、かなりそうです。あのあとカメラの方ではインテリジェントードという機能がありまして、ええ、あの誰でも簡単に綺麗に撮れるというのは、あの、まあ、特に女性の方が使いやすいということで、かなりお買い得ということですね、僕は。ね、お値段はどうでしたか、僕の提供価格は。お値段はですね、ええ、もうちょうどこの時期が商品入れ替えの時期になりまして、ええ、非常にお買い得になります。なるほど、まあ、じゃあ、この色も、まあ、正直最後の1台の。じゃあジムのみんなが藤原さんを訪ねて行っても安くしてもらえるですね。まず商品があるかどうかなんです。あ、なるほど、はい、今回このムービーは、ですね、新しいムービーでいかに YouTube へアップロードできるかというだけのテストなんで、はい、藤原さん、はい、ありがとうございました。じゃあ YouTube にアップできるか今から試しています。藤原さん、全国の皆さんもいますから、よろしく。ありがとうございます。これがアップロードされるだからね。これ困ります。なんで、もうちょっと真剣に勉強させてください。もうちょっと、はい、わかりました。お疲れ様です。